頭もそんな良くない。ディスり方がすごいな。完膚なきまでに言うじゃん。ボロクソに言うじゃん。スポーツもできるわけじゃないでしょ。はっきり言って全く釣り合ってないの。私の人生にはあなたは必要ないの。お母さんもあなたと別れるべきって言ってるわ、水木。うおぉ。びっくりした。どうして私の部屋にいるの？私の部屋を見る必要はないはずでしょ。ああ、まあ、そうね。あ、いいんだ。めちゃめちゃディスってたな。帰ろう。帰りたいんだ。元の世界に返してくれ。多分今までやったホラーゲームで一番声出したけど、まあ、待って、子供、階段の上か。え、待って、何何なんかにやられてる。うおちょっと待って、ちょっと待って待って待って、おかしいだろ、おかしいじゃん、おかしいじゃん。ね。お前さ、謎解いてるときはダメじゃん。早いし、あいつ。めちゃめちゃ早いし。待て待て待て。落ち着け落ち着け。びっくりしたー、くっそ。一回逃げよう。出てくんのかな、まあ、多分一生追ってくるやつだろうな。びっくりするわ。あいつバカ野郎じゃん。そう考えだとおかしいじゃん、その。うおーって待って待って待って、ふざけんなふざけんなふざけんな。ちょっと待って、まず、こいつを2階で巻こう。2階で巻こう。2階で巻いたら、多分下の探索が多分やりやすくなる。こいつ直線ルートで追ってくんだけど、部屋無視してくんじゃん。え、でもさ、時計いじってる時に攻撃してくんのはさ、違くない？普通に。いや、吐きそうだったんだけど、マジで。あー、びっくりした。